北雪山系は、主に兵庫県南東部から大阪府北部、京都府南西部に広がる山地で、丹波高地の南部を含む区域であり、北雪山地と称される場合もある。小盆地群を含む標高800メートル以下の山地により形成され、北東部から南西部に進むにつれ、なだらかな丘陵地帯となり、大阪平野に至る。 北雪山系の範囲については、明確な定義はなされていないが、北東端は、淀川水系桂川流域の亀岡盆地南苑連山から、北西端は、加古川水系の篠山盆地南苑連山から、西端は、向こう流域の三田盆地東苑連山から、東端は、京都盆地西園の山地までの東西約50キロメートル、南端は、大阪平野の北縁にあたる五月山、 六子山、三能山、八部瀬山までの南北約3 0トルの地域の山海を指すことが多い。地質的には丹波群層の砂岩、泥岩、砂岩、泥岩五層や河口岩が混在しており、土壌的には大部分が森林化速度によって構成されている。主な河川としては、一級河川である稲川、三能川、愛川、悪田川,川、小幡川,川、桂川など、 篠の山川など、二級河川の羽田場川などがある。西の六甲山系、東の生駒山系とともに都心部より10から2 0トルの距離に位置する都市近郊の産地として、京阪新地区の住民より親しまれている。北雪山系全域が団体林に属し、杉日野木沢原植林や栗等の果樹園を除くと、代小植生である餅つつじから赤松群衆。 やぶらさきから小奈良群衆が多くを占めており、一部に、モミからしきみ群衆やシイからかなもち群衆が分布するほか、国定公園に指定されているみの川沿いには、けやからいろはもみじ群衆も見られる。ありがとうございます。